トライデント 2T5 ミサイルの外見と断面トライデントは複数個別誘導、再突入体付き潜水艦発射弾道ミサイル。アメリカ海軍では艦隊弾道ミサイルと呼ばれ、核弾頭を装備し原子力推進弾道ミサイル潜水艦から発射される。当初の一時契約者かつ開発者はロッキード・マーティン・スペース・システムズ社である。トライデントは アメリカ海軍で現役の14隻のオハイオ級原子力潜水艦にアメリカ製核弾頭付きで、イギリス海軍では4隻のバンガード級原子力潜水艦にイギリス製の核弾頭付きで搭載されている。潜水艦からの発射は海面下で行われる。ミサイルは17本のチタニウム合金製容器に分割された容器内の作薬に点火させて発射管から出される。 爆風のエネルギーは水タンクに導かれ瞬間的に水を沸騰させて蒸気を発生させる。これによる圧力上昇はミサイルを発射管から射出し海面へ到達しかつ離脱するに至るだけの運動量を与えることができる。ミサイルは発射管内で窒素によって加圧されており、ミサイルに損傷や過重を加えたり不安定化させる海水の侵入を防止している。 ミサイルに海面を突破させるため、いくつかの安全メカニズムが備えられており、ミサイルを発射前に非活性化するか、ミサイルを発射の追加フェーズに導く。発射に際して活性化される内蔵運動センサーは、ミサイルが海面を飛び出す前に加速度の減少を検知すると、第一弾エンジンに点火する。発射時には、入れ子式に伸縮し空気抵抗を減少させる。 エアロスパイクが展開され、ブースト段階が始まる。発射から2分以内に、第3弾モーターが点火され、この時点でミサイルは秒速6000メートル、すなわち時速2万1600キロメートル以上の速度で飛翔している。ミサイルは発射後ほんの数分で低高度軌道に到達する。発射母体である潜水艦の後方システムの誤差や、 装置の構成の不完全さのために飛行中に発生する誘導システムの誤差から完成後方装置に生じる位置及び速度誤差は転速システムによって修正される。ひとたび転速が完了するとミサイルのバス部分はマーブを個々の目標へ向けて送り出すようにいくつもの速度ベクトルを実現するように起動する。GPS が何度かテスト時に用いられたが実戦では 使用に耐えないと考えられている。ミサイルの誘導システムは、チャールズ・スターク・ドレーパー研究所が開発し、ドレーパーとゼネラルダイナミクス・アドバンスト・インフォメーション・システムズの共同施設でメンテナンスされている。下記完成システムの開発とメンテナンスは、ゼネラルダイナミクス・アドバンスト・インフォメーション・システムズによって行われている。トライデントには C4 よび D5 の二つのバリエーションがある。しかし、この二つのミサイルの間には直接的な関係は存在しない。C4 はかつて射程延長型ポセイドンと呼ばれ、ポセイドン C3 ミサイルの改良版でしかない。しかし、トライデント2は完全に新規に設計された。C4 及び D5 という命名は1960年代の オラリスとそれに引き続く1971年のポセイドンのファミリーにトライデントを加えるためのものである。c 4 d をともに3段固体ロケット推進の完成誘導ミサイルであり、兵器システムの精度の向上のために転測を用いている。トライデント I ミサイルとその再突入体トライデント I は1979年に配備され、1990年代から2000年代の 最初の10年にかけて姿を消した。トライデント I の目的は、ポセドン C3 と同等の性能を達成し、潜水艦の生存性を向上するために射程を延長することだった。トライデント2の目的は精度を向上させることで、最初に1990年に配備され、2027年まで30年の潜水艦の寿命に合わせて稼働するよう計画された。 ポラリス売却協定の下で、トライデントはイギリスにも供給された。イギリス首相、マーガレット・サッチャーは1980年7月10日、アメリカ大統領、ジミー・カーターに対し、トライデント・アイ・ミサイルの供給を認可するよう要,要請する書簡を送った。しかしながら、1982年、サッチャーは、アメリカ大統領、ロナルド・レイガンに対して、 アメリカ海軍が導入を推進していたトライデント2システムを英国が入手できるよう要請し1982年3月に合意に達した。この合意のもと英国は研究開発に5%の負担を負った。2002年アメリカ海軍は D5 ミサイル及びその搭載艦の寿命を2040年まで延長する計画を発表した。この D5 寿命を延長プログラムは現在 進行中である。このプログラムの主要な狙いは商用オフ・ザ・シェルフを用いることにより最小のコストで寿命の尽きた部品を交換することである。2007年、ロッキード・マーティンは8億4800万ドルでこのプログラム及び還元作業を実施する契約を獲得した。この契約にはミサイルの再突入システムのアップグレードが含まれている。 同日に、ドレーパー研究所は3億1800万ドルで誘導システムをアップグレードする契約を獲得した。この時、イギリス首相、トニー・ブレアは、決定に先立って議会で十分に議論されるべきだとしたと述べたとされる。ブレアは2006年12月4日に、トライデントシステム痴漢のための計画の概略を明らかにし、 イギリス海軍時期弾道ミサイル潜水艦プログラムにより新たな弾道ミサイル潜水艦を建造して現存するトライデントミサイルを搭載させるとともに D5 寿命を延長プログラムに加わりミサイルを一新するものとした。このプログラムの総コストは2011年には395億4600万ドルに達し、ミサイル1機につき7000万ドルのコストを要している。 トライデント I はポセイドン C3 の後継として開発された。正式名称ユ、UM、ム -96A。ポセイドン C3 は SLBM として初めて個別誘導の多弾頭を実用化したが、その代わり射程は要求を満たすものではなかったためトライデント C4 は射程延長を最重要項目とし、1971年頃より開発が開始された。 初の死者は1977年、部隊配備は1979年から開始された。トライデント C4 は射程延長が最重要ではあったが、ラファイエット級などのポセイドン C3 を使用している戦略ミサイル潜戦への搭載が考慮されていたため、弾体の大型化による射程延伸を図ることはできなかった。そのため燃料搭載量を増加して射程延伸を図ることになり、 対策として弾頭数をポセイドン C3 の14発から C4 では8発に削減した。代わりに弾頭をポセイドン C3 で搭載していた核出力50キロトンの W68 から核出力100キロトンの W76 に変更することにより威力を確保している。また、ポセイドン C3 では1段目と2段目が燃え尽きる寸前。 所定の速度に達した時点でガスを前方に噴出し、速度の増加を防いでいた。これは、ロケットモーターの微妙な水力の違いによる、速度のばらつきを抑えるための処置であったが、トライデント C4 では、完全に燃え尽きるまで使用することとした。ロケット自体も、ポセイドン C3 から1段増やし3段とした。こうした改良により燃料搭載量を増やし、1500km 程度の、 射程延伸をすることができた。その他にトライデント C4 では発射後ミサイル頭部からエアロスパイクと呼ばれる突起が出ることによりブースト段階での空気抵抗を減らし射程の延伸に一役買っている。トライデント2はトライデント C4 を大型化することにより射程のさらなる増加を狙うとともに命中精度の上昇も考慮し開発された。 正式名称は UM-133A。トライデント C4 は射程が重要視されていたもののサイズに制限があったため ICBM に比べれば若干劣る面があった。トライデント d 五ではサイズの制限を緩めることにより ICBM 並みの射程と同時に命中率の向上も目指した。トライデント c 四改良型の構想自体は九百七十年代からも あったが、空軍の MX 開発計画との絡みもあり、実用化は遅れ、部隊配備開始は1990年のことである。トライデント D5 は、基本的形状はほぼトライデント C4 と同様だが、重量は倍近くになっている。弾頭数もトライデント C4 では、最大8発だったのに対し、トライデント D5 は、ポセイドン C3 と同じ14発になっている。 弾頭の威力も増加しており、トライデント C4 では核出力100キロトンの W76 だったのに、対し、トライデント D5 では核出力475キロトンの W88 を搭載可能となっている。ただし、実際に搭載する弾頭数は第一次戦略兵器削減条約により8発、モスクワ条約により4、または5発に制限されている。 トライデント D5 は大型化により射程がトライデント C4 の約1.5倍の約6000回りとなりアメリカが保有する ICBM で一番射程の長いミニットマン3より1割短い程度となっており太平洋、大西洋、インド洋のほぼどこからでも旧ソ連圏を射程に収めることができる。セップは90メートル前後と言われている。 この数字は ICBM で最高クラスの命中精度を誇るピースキーパーとほぼ同等の値であり、この高精度により報復攻撃として都市を攻撃するだけでなく、先制攻撃として敵 ICBM サイロを攻撃することも可能である。さらに GPS を併用して命中精度を高める計画もあり、実際の実験も行われたが、現在のところ実用化はされていない。 トライデント D5 はアメリカの戦略ミサイル潜戦ではオハイオ級の9番艦以降に装備されたが5番艦8番艦も回収を行い近い将来に搭載が予定されている。またトライデント D5 はアメリカのオハイオ級のみではなくイギリスのバンガード級にも搭載されている。ただしバンガード級に搭載されているトライデント D5 の核弾頭はイギリス国産となっている。年 国防総省はトライデント通常弾頭回収プログラムを発案した。これは戦略的なオプションを多角化させるためのもので迅速なグローバル打撃と通称される世界規模の迅速打撃能力を開発するための非常に長期的な戦略の一環である。5億300万ドルのプログラムにより既存のトライデント2を通常弾頭付きに転換し10メートル級の 突入制度を実現する GPS による広報更新及び再突入隊誘導、制御を備えたマーク4回再突入隊を搭載する。爆発物は搭載されないとされ、それというのも再突入隊の質量及び超音速での衝突速度が十分な機械的エネルギーと効果をもたらすからである。通常弾頭の第2のバージョンは破片弾頭型で、 数千本のタングステン製のロットを散布し、3000平方フィートの領域を跡形なく粉砕する。これにより、警告時間及び飛翔時間ほとんどなしでの精密な通常弾頭による攻撃が見込まれるようになる。通常弾頭型弾道ミサイルにより、第一に不利益をこむるのは、レーダー警戒システムで核弾頭型弾道ミサイルを識別することがほとんど不可能になる。 これにより、他の核保有国が核攻撃と誤解して報復攻撃を誘発する可能性が生じうる。何よりも、このプロジェクトはアメリカ議会における2007会計年度の予算審議に先立って国際的にも深刻な議論を引き起こした。ロシア大統領、ウラジーミル・プーチンは、この計画が何よりも偶発的な核戦争発生の危険を増大させるであろうと警告した。 このようなミサイルの発射は戦略核戦力を用いた全面的な報復攻撃を誘発してしまうとプルチンは述べている。ありがとうございます。